www.videonews.com。こんにちは。はい、こんにちは。今日はですね、9月30日で、まあ、一応五金なんですね。まあご存じない方、まあ五金なので無料なのでご存じない方もおられるかもしれませんが、まあ、我々がやっているマネ劇トークオンデマンドで、何回目だったからかちょっと忘れましたけど、まあ、基本的に月4回番組を作って、でたまたま、まあ、金曜日に収録してるので5回金曜日がある月はですね、五金と呼びまして、うん、まあ、ちょっと好きなことをやろうと、うん、で大体、まあ、宮台さんの趣味とか僕の趣味でやったりするんですけども、うん、普段は結構まあ固い真面目な番組を作るように心がけているんですけどもね、五金は、まあ、何でもありブレイクオート、たまに五金で思いっきり真面目なのを作ったりもしますけどね、うん、はい、それで、まあ、かつては、オタク特集とかですね、アイドル特集とかですね、いろいろありました。でまあ、ただ僕らは結構2人とも映画が非常に、まあまあ、ちょっと好きっていうとなんかただのファンみたいだけど、ただの趣味みたいだけど、うん、まあ、映画を、宮台さんは映画評論もやってるし、まあ、僕自体ビデオをなりわいとしてたりもするので、またそれなり僕なりの映画の言いたいこともあったりもするっていうことで、結構それを言わせていただく回にもすることが、うん、結構多いですよね、映画、ね、映画の日っていうのはね。町山智博さんに何度か出ていただいてますよね、うん、あ、そういうのもありましたよ ねっていうようなことも、うん、やってきました、うん、で、まあ、今回はですね、まあ、年に、大体4回とか5回とかが五金になる計算だと思うんですけども、うん、ただね、一応ね、今日 の状況を説明しておくと、今日9月30日で実は、今週もう一本番組を撮りました。でこれは迫田智子さんに司会をお願いした、で僕は裏方とか取材する方に今回回ったんですけども、どうでした、リーゾナブルアコモデーションの話、合理的配慮についてなんですけども、うんうん、僕はこっち裏方やっててですね、まあ、今回取材をしたので中身についてもそれなりにコミットしてたんですけど、非常に面白い、いい議論だったと思います。実際に車椅子に乗ってる、あ、ちなみにリーズナブルアコモデーションというのは合理的配慮といって、まあ、障害者に対して、基本的にどういう考え方で、その制度や法律や施設を作ったりするのかというような時に、まあ、一番基本となる考え方が、まあ、合理的配慮というものだというのが、番組の中で出されてます、ね、いわゆる狭い意味の差別がね、あえてこう名指して排除するという、まあ、積極的な作為だとすると、まあ、合理的配慮っていうのはむしろ配慮しないと、あるいは気がつかなかったっていうね、そういう不作為のことを言うんですよね。で日本ではそういう不作為は悪意がなかったということで咎を受けないことが多いんですけれども、障害者のあるいはいろんな問題を抱えている人のユニバーサルアクセス、つまり誰もが使えるようなね、デザインであるとか仕組みであるとかっていう観点から評価するときに、そのような不作為もまた、反倫理的なことであると、うん、あえて差別する意図がなかっただけではダメで、合理的配慮っておっしゃったけれど、そういう障害者から見たときにその仕組みがどういうふうに体験されるのかということに、いわば気がつかないこともまた非常に問題なんだ、そういう議論ですよね。だから、うん、どうぞって言ってるけど、うん、実際は助けてくれなければ、うん、行っちゃいけませんよここはって言ってるのと同じことになるっていうことまで思いが、うん、まあね、できるかどうか、うん、至せるね、至るかどうかっていうようなことですよね。だからまあもう今の時代、少なくとも先進国で積極的な差別とかっていうのはもうちょっと、うん、まあ、論外にはなった。 でもそこでどうも止まっちゃってるようなところがあって、アメリカの話が今回は少し出ましたけど、まあ、アメリカやヨーロッパではさらにもうそこから進んでいて、積極的な差別をしないだけでは
もう全然不十分で、合理的な配慮をできるようになっていなければ、それはイコール差別であるってとこまで来てるっていうことを、まあ今日、まあ、学んだっていうとちょっと変なんだけど、のテーマですよね、はい、でこれは来週放送しますので、あの僕はぜひおすすめの回、私が自分が出てない回をなんかこうおすすめするのもあれなんですけど、ぜひあの非常にね、あの、実際にその今障害者の側に立って、その、まあ、オリンピックパラリンピックに向けて東京都のバリアフリー化を進める上でのですね、提言を積極的に行い、なおかついろいろなあの検討会とか、ワークショップとかそういうのに参加してですね、本当に結構目覚ましい成果を上げているね、あの DPI 日本会議っていうのがあるんですけど、そこ の事務局長をやられている佐藤、さんという方にですね、今回ゲストで来ていただいてるんですけど、実はもうお恥ずかしながらこの目黒のスタジオに番組収録のために車椅子が入るのは今回実は初めてだったんですね。で、まあ、まあ狭いマンションなので、それこそその入るだけでも大変と、まあ、まずバリアフリーとか言っても、まず自分の事務所がちゃんとバリアフリー化できてないっていうような、あの手たらくでございまして、で今回はまあなんとかそれで入っていただいて番組をやったんですけど、あのまだまだいろいろと課題多いなと。で僕は今回一緒にあの車椅子の別の方とですね、地下鉄乗ったり、いろいろ都内のトイレとか、あと日本武道館とかですね、あのいろいろと実際に行ってみたんですけど、あのもちろんあからさまなね、さっき のあからさまな差別と合理的な配慮で言えば、どう見てもこれはダメだろうっていうものじゃないところに、実はすごく大きな障害があると。エレベーターのボタンの配置でもね、あの車椅子乗ってる方っていうのは、まあ、例えばその、まあ、頸椎とか その損傷の場合っていうのは、上半身も手も結構弱いとか不自由な方が多かったりする。そうすると強い力でボタンを押せないと。だけどボタンが結構強く押さないとダメなものであったりね、あるいはボタンがちょっと遠い、それだけで遠いっていうのは、つまりそのエレベーターの前に止めた時にちょっと高いとかでも届かないとかね、いやもういっぱい。あとあれですよね、野球場でいいシーンはみんな立ち上がると、そうするとわーっと盛り上がった時だけ車椅子の人は何も見えないとかね、東京体育館はちょっと痛かったですね、ちょうど目の高さのところに手すりがあって見えないとかね、そういうところがどうもやっぱ合理的な配慮という意味では、うん、あのまだまだ、課題が多いんだと。ただ2020年に向けて日本をですね、世界一のバリアフリー都市にする、まあ、本当に千載一遇のチャンスだと思いますんで、まあ、宮田さん番組で言ってたけど、まあ、オリンピックパラリンピック呼んで多分いいことってこれくらいしかないよねと、はい、それできなかったらじゃあ何もいいことないってことですね、うん、前ねこの番組でも喋ったその日本社会の歴史的な成立の経緯ね、特に江戸時代以降の、ね、社会の仕組みのあり方っていうのが背景にあるので、あの単なる民度の問題っていうことよりも、その日本社会に適応して生きる人は自分の所属集団の眼差し以外のものは取らないんですね。なのであの市民的公共性っていうのは言葉としてしか意味を持たないっていうことがありますよね。あともう一つ、日本にはそれでもあの志っていうか心持ちとしては、あの障害者の目線に立とうと思っている人たちたくさんいると思うけれど、実際何人気がつけばいいのかってことについてはね、そのたまたま気がついたっていうのではダメで、非常に詳細なガイドラインがないと実は気がつこうと思うだけではダメなんですよね。で、そういう意味ではそのようなガイドラインを、つまり単に善意な人たちの志に頼るだけではなくて、そういう人たちが僕なら僕がそういう善意を持った時にどういうデータをベースにして設計すればいいのか、先ほどのねクリスマスに乗っているとその手すりが邪魔になって前が見えないとか、あるいは前が立ち上がると見えないとかっていうのは、じゃあ実際どういう数値に合わせて設定すれば、身長が平均的な身長はどれくらいでっていうのを全部含めて ね、はい、だからそういうのも実際ガイドラインが存在しないとちょっと難しいですよ ね、うん、だからまあ日本人の平均身長170センチちょっとくらいで、はい、車椅子の目線の高さが大体110センチくらいと、はい、それだけで一応設計はできるじゃないですか。 でもその情報って必ずしも共有されてないってことですよね、はい、あとね番組の中で出てくるんで、これこういうのがあるんですけど、詳細な具体的ガイドラインです、うん、アメリカの、まあアメリカンディサビリティアクトというですね、まあ、その障害者差別を、まあ、解消禁止する法律のことを ADA というんですけれどもね、
ADA の中にあるアクセシビリティですね、そのものに対するアクセスをする能力のガイドラインというのがあって、項目がざっとこれだけ細かく、まあ、見てください、そういうふうに、空間、動線、突起物、床がどうなってなきゃいけない、まあ、駐車場、それからスロープとかね、階段、エレベーター、ドア、入り口、窓も落っこったりすると危ないってことかな、あと開けにくいとダメなのかな、あとトイレ、トイレも男性用と、もう全部それ細かく全部そういうガイドラインがあると。これがですね、ただガイドラインっていうとなんかまあ努力目標に聞こえるけど、アメリカの場合はこれを守れてないとその簡単に訴えられるようになっていると、むしろ司法省がその訴えることを推奨していると見てもいいようなものがサイトにウェブサイトにあって、で訴えられれば、まあ、これに準拠してなければ負けて、それこそあの、賠償金を取られるというようなことなので、ものすごく厳しくこれが適用されているということですよね。で、日本は、まあ、あとで番組見ていただく方がいいんだけど、ガイドライン自体が、まあ、ここまで細かくないし、しかも弱くて、しかも、公共施設に関しては一応義務付けがあるけれど、民間に対しては努力規定なのでほとんど守られていないと、うん、だから目線、まあサイトラインっていうらしいですけど、目線を遮るようなその座席配置にしても、でもね、やっぱり僕は本当これまでね、あのリゾのアコモデーション足りなかったと思いましたね。つまり立ち上がった時に車椅子の人だけその中に埋もれて、野球場に行ってもね、わーっと盛り上がった時って見えないっていうね、うん、いうことなわけですよ、あの今の配置で。でそれがまあヤンキースタジアムとかアメリカのスタジアムは立ち上がっても見れるようにしなきゃいけないと、だから当然なってると、なってなきゃ訴えられると。で訴えられるって仕組みがいいかどうかはまた別のね、社会のあり方の問題なのでまた別のことですけど、まあこういうようなことを本編で今日 やりました。でそれ来週放送しますので、まあ本当に2020年に向けて1個くらいオリンピックをやったことで借金作った以外にいいことがあるとすれば、そうだね、世界の中でバリアフリーが誇れるような街に東京がなるかどうか。本当にね、残念なことだけれど、例えばバリアフリー化するっていう場合にね、基本的に日本が先陣を切るってことはありえないんですね。すべて外国がはるか先に行っていて、で先にはるか先に行っているということすらも実は全然配慮考慮せずに、でオリンピック・パラリンピックが来るとなるやですね、これではとてもじゃないがですね、あの恥ずかしくて外国人をお招きできないということになって突然変わるんですね。恥の文化でやってるわけですね。そういうことですよね、うん、そう、自分たちの力の社会の内側の力では変われないということですね、うん、どうもそれは合理的に入るというよりも自分たちのメンツに合理的に配慮をしているように、まあ、そういう感じですね、うん、まあ差別、障害者差別解消法が2016年に日本で施行されました、うん、アメリカ1991年だっけな、うん、そこがやっぱりそのギャップですよ、うん、25年、うん、ちょうど四半世紀遅れていると。もちろんあれですよ、1990年代に最初からこういう踏み込んだものができたんじゃなくて、このガイド、今お見せしたガイドラインは2002年かなんかに後からどんどんその追加していったり、その厳しくしていって今になったということなんでね、もちろん第一歩はもっと緩かったかもしれないけど、やっぱりそこには25年の四半世紀のやっぱ差があるのかなと。で問題はまあ番組の中で議論、僕宮根さんたちがねするのをよくあの向こうで裏方やりながら聞いてたんですけど、その違いがどっから来るのかなっていうのはね、なんかアメリカ人はみんなねとっても寛容でおおらかでうんぬんっていう話ではないわけですよ。違いますね、うん、でなぜその差が出るのかっていうところはもうやっぱりすごく大事な議論かなと思いました、うん、今日は。そうですね、まあ、原因の話はね、まあ、一部番組では喋ってるけれど、帰結として言えばね、例えば ADA のガイドラインができる、どうしてああいうふうなものができるかって言ったら、当然障害者が参加して、うん、これおかしい、あれおかしいっていうふうに言って、うん、でそれを取り入れるからですよね。つまり実際にその誰もが使えるっていうふうに宣言するだけではダメで、実際誰もが使えるのかどうかをいろんな人たちを参加させて、それもいろんな種類ね、車椅子だけじゃなくて視覚障害、聴覚障害、全部ね、それをちゃんと検証した上でガイドラインを作るってことができる国とね、アメリカですが、できない国、日本できません。どうもそれが苦手だよね、すごく。そうです。でなんか議論百出しちゃって、うん、なんか収集がつかなくなるってパターンが往々にして、そうそう、向こうはそれが収集がつくのが不思議。
そうですよね、不思議です、うん、でも要はトレスもそれでしょ。そうです。使う人たちの、そうです、まあ、それは排除したい理由があったのかもしれない、うん、そのブラックボックスにしてすごい高い値段にするとか、うん、まあ、いろいろと不純な動機があったのかもしれない、ね、ただ、まあ、入れてないんで、まあ、今はなんかこう地下のピットの話ばっか出てるけど、うん、まあ、そもそも建物自体にいろいろとなんかどうも問題点があるみたいで、うん、いざ向こうに引っ越したら相当、まあ、使い勝手が悪いというか使えない可能性がある。小村さんね、ADA は1990年に最初の、あのアメリカンディセビリティアクトが通ったのは1990年ということなので、パパブッシュの時代ですねということになりますね、パパブッシュの時代から通ってんだよ一応そういうのが、ね、うん、まあ、湾岸戦争のちょっと前だね。そう、うん、日本は第2次安倍政権の時に施行ですよ、2016年。まあ、だからそこはやっぱ随分差ありますよね、まあ、あのぜひこれは本編をですね見ていただきたいんだけど、僕らとしてはですね、まあ、皆さんみたいに2020年に向けて、まあ、いいことそれぐらいしかないだろうと思うので、今回は車椅子をかなり重点的にやったんだけど、あの他にもいろいろといろいろな障害もあるということも、ね、含めてね、ちょっとあの2020年に向けてそっちも力入れて取材していきたいなと思います。あのちゃんとウォッチしてないとどこに連れていかれるか分からないっていうところがありますからね、と思います。はい、それが、まあ、今週あの来週放送分の本編を、の、まあ、一応お知らせということになります。それで、まあ、今日ご近なので無料でやっているということでね、まあ、映画について宮根さんがあの最近、まあ、僕は宮根さんがあのシン・ゴジラとかについていろいろ話されているのとかは、うん、あの聞いてるんだけど、まず最初にちょっとこの映画を取り上げたいと、思います、ちょっと今日はねメディアの話を実はしたいんですね、うん、なのでねちょっと最初にこれはねあの珍しくネットでもトレーラーの使用許可が出たので、うん、ちょっとこちらをご覧ください。Those parts of Bush's file they didn't like, they just tossed in the waste basket. 2004年、ブッシュ大統領の疑惑をスクープした CBS テレビ。Tonight, we have new information on the president's military service. Here's to a great story. Once they finally ran it. Hey, Mary, these blogs are saying that the memos can be recreated exactly in Microsoft Word. What the hell's going on?Several document experts have raised serious questions of these new documents. Call your source, Mary. Is what we presented about President Bush accurate? I want analysts backing us up. There's no original ink or paper to, you know, test. This is unbelievable. I mean, what the fuck else is going to happen here? Betsy. No. Stop worrying about me. You didn't cause this, Mary. Well, I still got a few good ones left in me. Right here. What? I have a superscript TH here. Call Dan. Tell him we just got in the fight. You still have to tell them what happened. You just push that aside and rush this on air? And they hope to God the truth gets lost in the scrum. このスクープに脅かされるのは政権か、それともメディアか。ニュースの真相。はい、まあ、今のニュースの真相のトレーラー見ていただいたんだけど、これ実はまあ、出てる役者さんは、まあ、まあすごいじゃないって言ったらあれだけど、レッドフォードがダン・ラザー役でね、うん、でそれこそあのまあ、プロデューサー CBS のプロデューサー役をやっていた、まあ、メアリー・メイプスね、メイプスですね、メイプスがケイト・ブランシェットというなかなかそうそうたるメンバーなのに、東京ではあそこの、東方シャンテでしかやってなかったと、うん、決してメジャーなところでやってない。僕はシン・ゴジラの映画表の後はね、うん、このニュースの真相の映画表を書いてるんですよ。書いてる、はい、うん、まずじゃ あ,、まあ、ちなみに宮内さん、うん、うちはネタバレ当然ありで話すわけね、うん、なのにそんなこと入るしてたら議論なんかできやしない当たり前です、うん、はい、っていうことなので、うん、まあ、それは、まあ、ただこれはねもう実話に基づいてるんでネタバレもクソもないんですよね、うん、知ってる人はもう知ってる、うん、
あの出来事なんで、これはまあ、あの本当に、史実に基づく、史実ってもそんな昔じゃないですけど、基づくそのこの主人公になっているあの CBS のプロデューサーの、まあ、プロデューサーという場合日本でいうのディレクターみたいな役割なんですけどもね、あのメアリー・メイプス自身が書いた、まあ、自伝に基づく実話を映画化したものと、いうことですが、まずどうですか宮台さん、これについて、まあ、ちなみに現代は Truth、 真実ですが現代です。でちょっと今日はね、その、まあ、この話をした後でどうもメディアの映画の中でのメディアの取り上げられ方にどうも近年変化が見られるって話をしたかったんで、まずちょっとあの、僕も映画表でまずそれを書いたんですね、うん、あの古典的な作品としてはね、うん、大統領の陰謀、もうこれ何年前だろう、20もっと前か、いやいや、これだから、1900年、まあ、まあ舞台は1970年代ですよ、うん、ただ、まあ、レッドフォードが、まあうん、まあ、ボブ・ドワードで、うん、ダスティン・ホフマンが、ね、まあ、バーンスタイン、ウッドワードとバーンスタインの役割やった、まあ、ニクソンの、まあ、ウォーターゲート事件をばっかり、有名な映画ですね、はい、ですよね、うんうん、だからあの、まあ、昔のね、あの一つのパターンは、僕は腐ってもタイっていうふうに言ってるんですけど、うん、アメリカはねひどい国だと、うん、しかしそれでもね、アメリカがひどい国だということをね、うん、ちゃんと告発する気骨のあるジャーナリストや表現者たちがいると。メディアは正義だです。そう、うん、あのまあ、メディアが場合によっては腐ってることもあるけど、それでも、まあ、そういう映画もありますよね、うん、メディア腐ってるんだけども、それでもそのメディアの腐り方を告発する人間たちがいるとかっていうね、うん、あの後で少し話すかもしれないけど、そのあのグッドナイト&グッドラックっていうのはそういう、もう基本的には赤狩りの時代に、ね、基本的に、まあ、マッカーシー当時の、ね、上院議員にこびまくってですね、うん、腐っていくマスメディアの中で、しかし腐らない一人がいたんですよねっていう話ですよね、うん、だから人間の良心を信じてるっていうような映画ですよね。そうですよ ね、つまりあのアメリカのこういうね、告発、まあ、メディアや表現者による告発モチーフの映画っていうのは、うん、全部腐ってもたいっていうねパターンできたんですが、うん、ここ数年は腐ってもたいじゃないんですね、うん、むしろあの例えば告発をしようとして、その陰謀に立ち向かうと、しかし何がどこまで陰謀なのかわからなくて、うん、気がついてみると自分たちがはめられているっていうね、うん、そういうパターンですよ、典型的にはね、うんうん、だからこれはそのまあ、最も表層的に言えばね、かつてはあのメディアのね、気骨あるあのマスコミ人の働きに対する楽天的な期待っていうのがあったとすると、今はそうではないんですよね。そういう気骨のあるマスメディアの人たち、表現者たちがいるかもしれないっていうことを十分に前提とした上で、しかしそれではまあ何て言うんだろう、アメリカのその鎖に立ち向かうことになっていないと、だから腐ってもタイになれないっていうね、そういうタイプの映画が実は続発してるんですよね、うんうん、はい、あのまあまあ、ちょっとこれせっかくこんなポスターも出してくれたんで一応出しておきましょうか、うん、これが、まあ、あのダン・ラザーというですね、まあ、アメリカでは、まあ、おそらくウォルター・クロンカイトの、まあ、後釜で最も有名なニュースキャスターが、うん、この、まあ、誤報によって、うん、まあ、この誤報によってのみではないんでしょうけど、うん、まあ、事実上これによって降板、うん、することになったと、うん、それから、まあ、その時のプロデューサーですね、まあ、ディレクターですね、うん、その問題の報道を やったプロデューサーになってる、うん、この、ケイト・ブランシェット演じるミアリー・メイプスもこれでクビになったと、うん、CBS ニュースをクビになったということなんですよね。でこれね宮田さんね、うん、まあ、彼女の自伝なの で実話だということなので、これ簡単に言うと、まあ、ブッシュの、まあ息子の方ですよね、うん、ジョージ・ウォーカーの方ですよね、うん、ジョージ・ウォーカー・ブッシュが、これから大統領選挙に、まあ、が始まるっていう時に、まあ、あの徴兵をこれまあ忌避したっていう言い方は必ずしも正確じゃなくて、ね、要するにベトナムに徴兵されて行きたくない人たちは、お金持ちや有力者の息子たちは州兵というのに行くように計らってもらうことによって、うん、まあ、ベトナムに行かないで済むようにするっていうようなことが、まあ、行われて疑いがあると。でそれを裏付ける、文章を、まあ、見つけたっていうことなんですよね。でその文章を元にして、まあ、ブッシュが徴兵をね、
まあ、逃れようとしたっていう、うん、まあ、ベトナム行きを逃れようとしたっていうことを報じた、うん、まあ、スクープだったんだけれども、うん、まあ、いろいろと話をちょっと端折るとその文書が実は捏造だったっていうことなんですよね、うんうん、で、まあ、捏造だったもしくはその文書が本物であるということを証明できなかったっていうことなんですよね、うんうん、ただね宮崎さんね、この本の中では、うん、まあ、要するに、騙された、うん、CBS も騙されたし、うん、その文書を提供したやつがただいい加減なやつだったんで、うん、必ずしも本物ということを確認できてないのに、うん、本物であるかのように CBS に言って、うん、まあ、CBS は反共和党色が強い反ブッシュがブッシュ色が強かったんで、うん、それに飛びついてしまったと、うん、いうことでもうそれで それを十分な確認もなく報じたっていうことになってるんだけどね、うんうん、これちょっと後で、うん、この映画をこの次に実は扱うプロミストランドっていう映画を次紹介したいんだけど、うん、これ実はメディアを扱った映画ではないんですけど、これマット・デーモン主演の映画なんですけどね、うん、ちょっとこれとの関連で僕はやっぱすごく気になったことがあるんですね。つまりこれはね、何かっていうとそのドラフト、徴兵を逃れるために、まあ、こういう影響力を使ってこういう人を使ってこうやってああやってこうやったっていうことが書いてある文章だと。で書いてあることはどうも全て事実らしいと、辻褄が全部合うと、でも文書自体は偽物だったであろうと、可能性が高いと、まあ多分偽物なんです、文書は。でそのやり方っていうのはね、要するにその、まあ、ブッシュが息子がドラフトを徴兵を逃れた可能性が高いと、でそれを徹底的につつかれていると、で特に決定的な証拠は出てきていないけど、一方でそれを否定する材料もない、状況証拠からするとどうも本当らしいと、これ大統領選挙で不利ですよね。でそこでね、それの決定的証拠なるものがこう露出されるわけです、その文書が。それが誰がしたかってことはこの本では、あるいはこの映画ではそこまで裏が取れてないんで踏み込まなかったんですよね。でもそれで結局、書いてあることが全て事実、しかもかなりインサイダー情報、特定の人しか知り得ない情報が書いてある。でも手紙自体は偽物で、どうもわざとかどうかは分からないんだけど、その1980年、ベトナムだから70年か、当時には使われてなかった小さい日付を示す TH という文字がその文書には入っていると、うん、だ正確にはその文書は、あの、つまり TH ってね、うん、あの字は、あの当時のタイプライターにも存在したってことは分かったんです。存在したものが1台あったことは分かった。ただポイントはマイクロソフトワードのフォントを使っていたっていうことがバレたっていうこともバレたっていうことで、はい、だからまあ偽物だっていうことね。当時はマイクロソフトはまだなかったんです。ないし、そんなフォントのタイプライターは存在しないっていうことですよね。はいはい、でもそこが、ね、このプロミストランドは後でちょっと話したいんだけど、なぜ出したかっていうと、プロミストランドというのも、これいわゆるシェールガスの、うん、その採掘権を欲しいっていう 大企業がいて、そこが町をその一人一人こう切り崩していってね、賛成に、まあ環境はかなり汚染される可能性があると、ただ大金が転がり込む可能性があると、で反対運動が起きる、その反対運動を首謀している人間が実はその企業が送り込んだ人間だったと。つまり企業に対して対峙している運動をしている環境運動家が、なんと実は企業からの回し者だったと。でその回し者であったってことのバレ方が、それは本当は最後までバレないはずだったんですよ。なんと別のところでそのシェールガスをそのね取ったところ、採掘したところでこんなに牛が死んでるっていうような写真が出てくるんですよね、牧場で。でその写真をよく見ると、まさに TH と同じように灯台が写ってる。でそれがネブラスカ州だっていう話だったのに、ネブラスカに海がないんですよね。だから灯台が写ってるってことはこれ嘘だろうと。でそこでその環境運動家とがこのその写真を根拠にこんなことになるって言ったのが嘘だってことに なったことによって、逆に反対運動が切り崩されるっていうシナリオを描いたんだけど、まあ、あのマット・デーモンはむしろ企業側のなんかコンサルタント役だったのに、まあ、自分の頭越しにそれをやられてたって、ちょっと話は複雑なんだけどね。でもね、この TH のところ、さっきそれが言いたいんですよ。つまりね、あの文書が偽物だったってなった瞬間に、うん、もう CBS 叩きはすごいわけ、うん、ダン・ラザーとかもう、うん、もう炎上ですよ、まさに、うん、CBS っていうのがもう叩かれて叩かれ、特に右から叩かれる、うん、ね、まあ、特にネトウヨなんかもすごいわけ、うん、そうなった結果、
キャスター辞めなきゃいけないし、それこそ世論からもう厳しい指導を受けたんだけど、問題はここです。その結果、あそこに書いてあることは全て事実だったにもかかわらず、手紙自体が偽物だったというだけで、ブッシュは事実上もう大統領選挙においてはドラフトを忌避はしてないことになったって、ドラフトの忌避は誰ももう言えないし、全く根拠もないデマだって話になってしまうっていう、まあそれが本当かどうかってことが議論の対象から外れた、ね、外れてしまったと、はい、手紙が捏造だっていうだけで、うんうん、であそこにある、まあ、伏線というかですね、うん、その誰とは言いませんけど、うん、どうもそういう手法があるようだ、つまり、うん、例えば誰かが愛人問題っていうのを抱えて、うん、それがこうつつかれると、うん、である写真をね、うん、流すわけですよ、その愛人と相引きしているような 写真だって流すわけですよ。で、まあ、飛びつきますよ、どっかはね、特にそれに対して政治的に反対側の立場を取る人は飛びつきますよ。でそれを大々的に、例えば朝日新聞がなんかで一面でドーンと出すと、まあ、一面にそんな愛人は出さないかもしれないけどね、まあ、出すとどっかに、でそれでなんかわあやっぱ本当だったんだって騒ぎになったと思ったら、どうもこの写真はおかしいぞ、あれこれは加工写真だ合成写真だってなると、いろいろといろんな専門家が出てきて調べて、これは合成ですってなると、そうするとね、あのストーリーで言ったらば、その愛人問題はなかったことになるっていう話でしょ。でもね、宮内さん、僕思ったの、多分日本でそうならないよね、その写真が偽物だったってなっただけで。でも朝日新聞のね、従軍役問題で の偽証言問題ってはそうでしたよね。従軍役問題はなかったってことになった、証言問題がきっかけになって、その、まあ、基本的にウェブサイトが炎上して、吉田証言が嘘だったっていうだけ で、ね、従軍役なんていうものはなかったっ、なかったっていう方向にね、まあ、一部の勢力が持っていこうとしてかなり成功しましたよね。だからその意味では、まあ、まあそのクロノロジカルに言えばね、そういうアメリカで行われている手法が学ばれたとも言えますね。でやっぱポイントはね、2つあるんですよ。例えばこのニュースの真相で言えばね、情報は非常に詳細で、内部関係者でなければ知り得ないことが書いてあるにもかかわらずね、基本的に当時のフォントを使ったタイプライターってまだ残ってるから、そういうのを使えばいいのに、なぜかマイクロソフトワードで打っている、おそらくわざと、不自然でしょ、おそらくわざと、なぜその不自然さが取り沙汰されずにね、つまりそれを不自然さを取り沙汰すると、これはどういう人間がどういう意図で流したのかってことがある程度輪郭が分かってくるはずなんですが、まずそこがね、完全にスルーされるということです。でその結果、2番目のポイントね、ブッシュの軍歴疑惑があるかないか、軍歴詐称があるかないかっていうことと、まあ、さっきの話ですね、その、まあ、そのジムさんが説明された通りです。それと、それを示す資料がね、一つ間違ってたかどうか、別問題ですよね。そうなんですね。吉田証言が本当かどうかっていう問題と、従軍異変問題があったかどうかっては別問題ですよね。でそこがなぜかですね、論理的に直行して別問題であるのに、ね、一つが資料を間違っていれば疑惑がなかったことになるっていうね、あるいは疑惑があったかどうかってことの議論が完全に抜け落ちるようになるっていう、この仕掛け、ある種の認知的整合化のメカニズムをうまく使ったものですけれども、それ自体も非常に周到な、まあ、簡単に言えば策謀ですよね。でプロミスドランドもね、似たようなことですよ。つまりね、環境運動家がいわゆるネブラスカ州での、シェールガスを採掘したことに伴うですね、環境汚染で牛がたくさん死んでいる写真、ね、ネブラスカ州、海がないってみんな知っているところに、なぜか灯台が映ってるんですよ。ちっちゃくね。そうなんですよね。でもそれもあまりにもずさんでしょ。でもちっちゃくなんで最初まで気づかないんだよ。そうですね。で当たり前だけども、それを大々的に配っているわけだから、普通は消しますよね、よく見た上でね。でその辺もそういう意味で言うと、まあこれは創作フィクション ではあるけれども、プロミスドランドの場合はね、だからよく問題の本質ついてるわけですよ。やっぱ不自然なミスです、はっきり申し上げればね。でそのような不自然なミスがなぜ存在するのかってことを本当は考えなきゃいけないんだけど、多くの人は暇じゃないからそこまで考えることができない。でそうすると、なんだあの環境運動家、本当は企業の回し者だけど、ね、環境運動家は嘘つきだ、偽物だと、ね、偽物の、まあ、偽物の証拠を、ね、持って、本当は環境運動の志は正しいのかもしれないけど、
偽物を使ったんですね。ってことはつまり彼の言ってることは全部嘘だと。全部そうだってことになると、ね、あの、うん、本当はでも嘘じゃないんですよ、うん、その環境汚染で牛が死ぬってことは本当だから企業はわざわざ回し物を出したわけだから、ね、そうなんですね。しかしあの時に使った資料がつまりポスターですけど、うん、間違ってたんですよね、証拠写真と言われるものがね、うん、でそうするとあの環境運動家の言ってることは全部嘘だということになる。だからこれはね、さてだからそこから先ポイントなんだけど、多分ここからこれから先もね間違いなく繰り返される手法ですよね。だから多くの人が、うん、はい、あのポスターを見て、うん、あこれはこんな採掘させちゃいけないやと、うん、やっぱ思っちゃったんですよ、うん、で多くの人が CBS テレビで、うん、あの文面がもう画面にまでその映ってるのを見て、うん、ああやっぱ本当に徴兵をね、まあ、徴兵の逃れで行き来したんだっていうふうに思っちゃったわけですよね。でそう本当にそれが決定打となった人たちにとっては、うん、その決定打が違うってなった瞬間に、うん、その中の細かいこと関係ないですよ、もう、そうだね、もう全部全部アウト、うん、でもそれは危ない手法ですよね、うん、つまりあのまあね、一つはこれ、うん、なんていうのかな、僕宮根さんと話したかったのはここなんだけどね、うん、これまで、まあ、大統領の任務もそうだけど、例えば環境運動で言えばね、うん、あのジョン・トラボルタが弁護士役でなんか確かやっぱり別の環境運動でなんか戦って最後は勝つっていうのもあるんだとかもあるし、マット・デーモンもある保険会社を相手に、うん、あの戦って勝つ、うん、あれなんだっけなもあるんですね、うん、それからあのそれこそあのエリン・プロコビッチとかね、うん、あの環境運動でやっぱり、うん、まあ、勝つじゃないですか、うん、昔はやっぱりその正義が勝たせてたんですよ映画は、うん、でもこの、まあ、ニュースの真相は正義が勝ったか負けたか僕はちょっとわからないんだけど、どうももう一個の勢力が裏にいるみたいなことをちょっと多少は匂わしてるけれどもね、うん、でも、まあ、ポネムシュトランドにしてもこれも実は本当に最後どっちになったのかわからないまま思ってるけど、うん、どうも簡単に正義、その市民運動とか、うん、NPO とかメディアとかが、うん、政府とか大企業とかを、うん、と戦って、うん、それで勝つあるいは正義をねその貫徹するっていうような話は、これ聞きたいのはね、もうそれは受けないのか、それとも現実がもうそうなってないの、そんなことを言ってもあまりリアリティがないというふうに視聴者、まあ映画の場合は視聴者って言わないのかな、が思うということでそういうシナリオになってるのか、宮根さんそのどう読みます？僕はインターネット化が原因だと思います。インターネット化、うん、まあ、正確に言えばインターネット化を背景にして考え抜かれたやり方です、うん、でインターネット化が背景にある限りこのやり方は多分永久に有効だと思います。炎上商法だってこと？そういうことですね、うん、そこで嘘だってなった瞬間にうわーっと燃え上がると、うん、ではマスメディアだけであればね、あるいはお茶の間メディアとしてのマスメディアが非常に大きな、ね、影響力を持っている、そういう時代だった昔ね、うんうん、それが今でも持ち続いていればね、うん、マスメディアが釈明をしながらね、うん、実際問題をどう捉えばいいのかということに関して、うん、まあ、その同じ釈明の番組を使うかどうかは別としてね、うん、あのさっき言ったようにこの資料が間違っていたかどうかということと、その軍歴、まあ、要するに徴兵逃れをしたかどうかということが別問題だっていうふうにやっぱ問題を立てることができるんですよね。で国民をそちらの方に誘導することができますけれども、インターネット、まあ、これはマスメディアではありませんから、多くの人が場合によっては回し物もたくさん参加していると思われますけれどもね、で実際炎上してしまえばですね、マスメディアはそれに対して防戦一方にならざるを得ないっていうね、つまり立場がすごく昔に比べると弱いというふうに言えますよね。でまた別の言い方をすると、そのインターネット上ではね、さっき言ったその軍歴に関する疑惑がねあるかないのか、軍歴疑惑が本当かどうかって問題と、その一つの資料が間違ってかどうかってことは全く別の問題だっていうふうな議論が、そんな小さなことはどうでもいいっていう話になるのがね、インターネット上のコミュニケーションにおける認知的整合化なんですよ。なるほどね、うん、でその認知的整合化っていうのは、はっきり言えば何て言ったらいいんだろう、あのまあまあ語弊もないか、頭が悪いんです簡単に言えばね、うん、両方の問題は全く違うことは本当は小学生でも分かるはずなんだけれども、うん、あのそれがインターネット的なある種の、まあ、スクラムというかね、集合的沸騰現象のなせる技ですけれどもね、うん、でもそれにね、宮田さんね、それに抗えないのは、うん、つまりそんなものはどうせあのわけ分かってないやつが嫌が騒いでるだけだろうって話じゃないですか実は、うん、でも、うん、それに抗えないのはやはり CBS という媒体が、うんうん、その人たち
によって、うんまあ、食ってるって言い方はちょっとあれだけど、その人たち、まあ、勝率だから、その人たちがあっての CBS だっていうことなんで、それに抗えないっていうことなんですか、そこはやっぱり。そこはね、うん、基本的にスポンサーシップっていうことが背後にあるから、うん、多くの場合にはそのテレビっていうのは他のメディアと違って非常に巨額の番組制作費がかかるから、うん、そのお金を出してくれるスポンサーっていうのはそう簡単には見つけられないので、うん、スポンサーの発言権が強い。でそのスポンサーが、その視聴者がね、こんなに沸騰している状況でこの例えばね、ダンラザをやめさせないのかみたいなことを言い出したら、うん、やっぱりくじけざるを得ない。そう、特に企業の経営陣は株価がポイントだからね。単にじゃあ視聴率じゃなくて、スポンサーの人たち、うん、スポンサーが売っている お客さんたちというのも、うんまあ、怒ってるわけね、ダンラザに対してね。そうですよね。っていうことね、それは。うん、ただそのさっき申し上げたね、そのグッドナイト&グッドラックっていう映画ではね、うん、これはそのエド・マローっていうね、マッカシーに戦ったね、あの有名な、まあ、初代キャスターというか、いわゆる最初にキャスターっていう名前を有名にした人なんだけれども、もう彼がその映画の最後でね、これジョージ・クルーニーが監督しているんだけど、ジョージ・クルーニーって皆さんよくご存知のように、もともとはジャーナリストになりたかった人だからさ。でジョージ・クルーニー 役、うんまあ、役で出てるんだけど、うん、で彼が出ているフレッド・フレンドリーという、うんまあ、マローと組んだプロデューサーが、うんうん、僕 の大学院の時のアドバイザーですから。マジですか。まあ、もうフレッド・フレンドリー、僕は文科生ですから。あ、そうなんだ。もう亡くなっちゃった。いやいや、だからそれでね、うんうんうん、そのでもあんなかっこよくなかったですよ。あ、そうですか。ジョージ・クルーニーみたいにはですね、ちょっとぬぼーっとした人でしたけどね。はい、最後にね、そのエド・マローが、まあ、スピーチをするんだよね。はいはい、で今僕は、僕がね、ジンボさんと話したり話し合ってるのはロジックですよ。基本的にスポンサーのこと言ってましたよね。でももしね、だからテレビに意味があるとすれば、ね、単なる娯楽メディアであるってことではないと、うん、単なる娯楽メディアなのであれば、娯楽は他にいくらでもあるのだからさ、うんうん、でそんなものはテレビの存在意義ではないと。で、まあ、幸いにしてね、まあ、メディア人たちの中からテレビの本当の目的、存在意義はそんなところにはあるのではないというふうに気づくやつが出てきて、ねある種正義は勝つ的なね、あの方向に向けて、だから実際にエド・マロー の功績なんです、マッカーシーがね失脚したのは。本当に直接の、本当に史実上もね、直接の、貢献はエド・マロー、彼しか立ち向かわなかったんですから。そうなんですよ、あの時は、うん、でエド・マローが、皆さんご存知かもしれないけど、エド・マローがね、あのマッカーシーに30分枠を渡したんだよね。で好きに喋れって言ったら、マッカーシーがもう好きに喋って、エド・マローのことをクソメソに言ったんだけれども、これがエド・マローのでもまた計算のすごいところでね、あのマッカーシーってね、皆さんウェブで写真見れば分かるけど、人相が悪いんだよね。で品がないんだよね。気持ち悪いんです。で今では、いわゆるキモいわこいつっていうふうに視聴者の多くは思って、そのマッカーシーが好き勝手喋った30分のこの尺の番組を見て、こいつキモいわクソだわって思って、一挙に人気がダウンして、逆に化けの皮が剥がれたって、ね、剥がれたんですよね、うんうん、でその意味で言うと、いわゆる言論、論説や言論でね勝ったんじゃなくて、テレビというメディアの特性を本当に使い切った戦略によって、うん、エド・マローが勝つんですよ、うん、でもね、これもちょっと重要なポイントだと思うんだけれど、現説の戦いで勝ったんではないってことが非常にポイントでね、そうですね、いわゆる悪に対して善が勝ったっていうふうに言って、その万々歳になり得ないところが本当はあるんです。映画の中ではそこはね隠されてるよ。ちょっと危ないやり方ですよね。危ないやり方なんですよ、うん、モロハですよね。そうなんですよね、はい、でつまりこのね、江戸麻呂的なやり方を今むしろ大々的に展開しているのが体制側だって考えてくださっていいんですよね。これちょっとね、うん、こんなこういうタイトルですね、グッドナイトエンドグッド、これはこの番組の最後に必ず江戸麻呂が、うん、決まり文句のように言ってるセリフなんですね、うん、グッドナイトエンドグッドラックっていうね、うんうんうん、そういう意味で言うとね、ちょっとねこの皆さん、グッドナイト&グッドラックは見ていただきたいんです。これを見るとこれは完全懲悪映画に一応なってるけれど、皆さん史実をある程度知っていれば、これは非常に微妙な問題をはらんでいるなと。ここでエド・マローが悪を倒すために使ったこのやり方と同じものがね、うん、悪が善をくじくために使うことがありえて、うんね、でその意味で言えば、ほらこいつ人相悪いから結局ダメだわ、
ほら、人相がいいか悪いかと言ってることが正しいかどうか別問題じゃん、ね、でも人相が悪いから言ってることも多分間違いだわっていうふうになるんですよ。でこの手法を江戸丸は使ってるんだよ。でその実は同じ手法が今は何て言ったらいいんだろう、悪の側によってね、善をくじくために使われるようになったということで、そういう意味で言うと、まあ、テレビあるいは、まあ、要するに視覚とかね、あの単に言語だけではないようなあの僕たちの感覚に訴えるメディアを駆使するということの恐ろしさだし、抗うことの難しさなんですよね。